2300万人が暮らす東京。気象予報士の井田裕子です。私は今東京湾に来ています。ご存知でしょうか。ここにはメガシティ東京を高潮から守っている水門が20ほどあります。高さ4メートルの高潮にも耐えられる設計です。でももしこのままのペースで地球温暖化が進行すれば、この水門でも首都東京を守りきれない恐れが出てきているのです。国連がまとめた世界の科学者たちの最新予測によると、2100年に世界の海面水位は最大で82センチ上昇。しかし近年、さらに速いペースで南極やグリーンランドの氷が溶けているという研究もあり、2050年頃に60センチ程度海面が上昇する可能性もあります。それくらい大したことないと思うかもしれませんが、実はこれは命に関わる問題です。ニューヨークを襲ったハリケーンサンディやフィリピンのスーパー台風ハイエンでは、このわずか数十センチの差で高潮が威力を増しました。東京湾では特に注意が必要です。高度経済成長期の過剰な水の汲み上げで、江東区には5メートル地盤沈下した地域もあります。現在海抜0メートル地帯はおよそ120平方キロメートルですが、気候変動によって60センチ海面が上昇すると、その面積は 1.5 倍に増えると予測されています。さらには東日本大震災による液状化のために、東京湾岸の埋め立て地帯では70センチほどの地盤沈下が起きています。この一帯には古い化学コンビナートも多く、温暖化によって強さを増した猛烈な台風による高潮が襲えば火災発生のリスクもあります。早稲田大学の研究では、東京湾の高潮の被害総額は80兆円にも及びます。現在の国の想定では、東京湾では最悪の場合140万人が浸水、死者は7600人、中には5メートルも水に浸かったり2週間以上孤立する地域が出てきます。今年9月、大きな被害を出した関東・東北豪雨。堤防を決壊させた水の破壊力は想像を超えるものでした。温暖化が進むと水蒸気の量も増え、今回のような記録的な大雨が降る確率は高まります。そこに津波のような破壊力を持つ高潮の来襲が重なると、未曾有の大水害を引き起こす可能性があるのです。さらに将来、より一層高潮の脅威を増してしまう事態が日本各地で進行しています。海岸の浸食です。80センチの海面上昇によって2100年、日本の砂浜は 91% 消失してしまうという衝撃的な予測もあります。すでに海岸浸食が進んでいる世界遺産三保松原では、海面上昇が追い打ちをかけ、対策を取らなければ美しい砂浜と富士山の絶景が見られなくなる恐れもあります。今お伝えしたのは、私たちがこのままのペースで CO2 を出し続けた場合の気候変動の被害予測です。被害を最小限に食い止め、私たちの豊かで安全な暮らしを守っていくにはどうしたらいいのでしょうか。 NHK では今年11月30日からフランス・パリで地球温暖化防止のための重要な国連の会議 COP21 が開かれるのに合わせて、国際共同政策による特集番組を放送します。洪水や高潮の脅威に直面する世界のメガシティ、ニューヨーク、上海、バンコク、そして東京の知られざるリスクと最新の対策を一流の科学者たちが解き明かします。地球の未来を決める大事な時、皆さんも気候変動について一緒に考えていきましょう。
UNESCO World Heritage Sites provide testimony to evolutions in our climate and our societies. They are milestones in human history, and some of them are already deeply affected by the negative impact of climate change. This challenge is not insurmountable. Across the world, women and men are designing new sustainable practices and sharing knowledge to better manage sites and resources. Innovative solutions are emerging, rooted in local situations that build on cultural diversity, on local traditions and experiences. This diversity is humanity's ultimate renewable energy, and I'm convinced we must make the most of it to invent new approaches to development. World Heritage shows what we can achieve when we join forces for an ideal. Each of us has a role to play in combating climate change, to transmit to future generations the heritage we hold in common.